かんぴょうになるということで、煮つけるだけじゃなくて地元の方々はサラダなどにも使えます。それからご飯に一緒に入れて炊いたりとか、いろんな使い方をしますので、ただただ煮つけるのだけがかんぴょうじゃない。